どうもこんにちは、水ニャンです。本日のサブチャンネル1本目の、動画になるんですけれども、昨日、スポーツ報知の方に、まあ、こういう記事が、出ていました。 NHK から国民を守ると、立花孝志党首政策秘書就任なくなるも、選挙にこう出ることはないというような話でございます。まあ、立花孝志さんが、まあ、浜田聡議員の政策秘書に、なろうとしたんだけれども、立花孝志さん自身が政策秘書になるこう要件を満たしていなかったということで、政策秘書の就任ができなくなりましたというような話なんですよね。で、7月の31日の記者会見で、11月から浜田聡議員の政策秘書をやりますと。で、選挙には出ない、次の衆議院選挙に出ないということを明言してた。で、まあ、その、8月7日の、記者会見でも、政策秘書をしないからと言って、選挙に、出ることはないということを言ってたんですけれども、まあ、NHK から国民を守る党のね、ホームページを見ると、まあ、こんな風になってるんですね、今ね。はい。これ、まあ、見てもらったらわかりますけれども、NHK から国民を守る党の、まあ、地方議会議員選挙の、公認予定者のところ、で、2023年の4月、これあれですね、統一地方選挙ですね。まあ、そこの東京都の港区の公認のところに、立花隆と書いてあるんです。で、まあ、これね、立花隆さん本人が出るのか、で、それとも立花隆さんと同姓同名の立花隆さんが、まあ、出るのか、わかりませんけれども、選挙に出ないって言ってるのに、これ N 国党のホームページの公認予定候補のところにこう名前があるということは、これどっちがね、正解なんでしょうね、という、話です。まあ、この辺のところはね、まあ、いつも通り、立花隆さんの、まあ、行き当たりこうばったり、まあ、なんですよ。ね、まあ、正直ね、僕思ってるのが、まあ、そのやってることがね、支離滅裂なのが NHK から国民を守る党なんです。だから、一度言ったこと、が、コロ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 、変わっていく、わけなんですよね。で、まあ、参議院選挙の時は NHK から、NHK のスクランブル化を、公約として挙げて、で、1議席を取ることができた。ね、NHK から、NHK のスクランブル化というね、この一本のこうレールをこうブワーって走っていくこと。で、これがね、こうとても大事なんだけれども、まあ途中からそのホリエモン新党であったりとか、まあ NHK のスクランブル化をまあ諦めるような話であったりとか、まあコロ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 ね、まあ言ってることが変わってるし、あと、ちぐはぐなところがあると。で、結局なんかその NHK から国民を守る党の目的地はね、どこなんですかというような話なんですよ。だから、まあ、ブレブレですよね。うん。だって、NHK から国民を守る党に入れた人たちの、それこそ一部の人たちは、本気でその NHK のね、受信料の問題であったりとかを改善してほしいっていう願いを込めて投票したにもかかわらず、でもやってることを、ね、目先のお金をどうやって返していくかですよ。で、まあこれね、先日、この NHK から国民を守る党の借金についての動画を出したところですね、NHK から国民を守る党の支持者の方か、わかりませんけれども、あることを言われました。ね、水ニャンさんはお金を貸した人なんですかと。で、貸した人じゃないのに、なぜここまで NHK から国民を守る党の借金、で、ここの部分に注目して動画で上げ続けるんですかということを聞かれました。で、これに関してね、ちょっと僕一つね、お答えしたいと思います。なぜ僕が NHK から国民を守る党のこの借金に関して、ここまで追及するのか。で、これは理由があります。で、NHK から国民を守ると、ね、約4億8000万の借入れ金を参議院選挙の後に、しました。で、この返済の原資、これね、返済、するときにどこからお金を調達するかですよ。で、これがですね、僕たちの税金の一部が使われている、政党助成金なんですね。で、
これを返済の原資に、しようとしているわけです。これ税金の使い道の、問題なので、これはしっかりとね、追及しなければいけないわけですよ。で、まあ、ちなみにね、政党助成金からそのままストレートで、お金の、借り入れ金を、返すことはできません。なので、まあ、政治資金団体を、作ったりとか、あとは地方議員に、お金を還流して、で、党の方にこう寄付、してもらって、そのまっさらな状態のお金にしてからお金を返さなければいけないわけです。ただこれに関してもですね、結構、スキームとしては難しくて、で、これが、まあ、総務省的にこう許されてる話なのかって言ったら、まあ、ここのところはね、その総務省としても、ノーコメントということなので、まあ、その政府なやり方ではないんですよ。グレーなやり方なんですね。要するに。で、そういうことを、まあ、やろうと、今のところ NHK から国民を守る党は、まあ、企んでる、わけです。だから、その我々のお金の、我々の税金の使い道の、問題であって、で、これは一個人であったりとかのお金の貸し借りの問題じゃないということをね、ぜひともあの皆様に、ご理解いただきたいなというふうに思ってます。まあ、今回、立花孝志さんが、まあ、政策秘書に、まあ、就任する、予定、きっかけになったのは、まあ、その政策秘書というものはですね、お給料をもらえる。そのお給料の原資というのは、我々の、税金でございますよ。で、まあ、そのね、立花孝志さんは政策秘書の、給与、これ NHK の被害者、まあ、これ自称 NHK の被害者ですよね。で、まあそういう人のために当てたいということを言ってるんですけれども、いや、僕はね、正直そうと思えないね。で、なんでかというと、まあ以前ですね、NHK から国民を守る党の最低限のね、収支の動画、収支報告の動画、僕出しました。どう考えても NHK から国民を守る党お金が足りません。NHK から国民を守る党借入金が返ってくるこう気配、ね、兆しがございませんということを言いました。で、NHK から国民を守ると僕、キャッシュ困ってんじゃないかなと。だから、立花孝志さんは政策秘書になって、で、毎月多分100万円ぐらいの給料がもらえるんじゃないかな。まあ、その給料をもらって、それを何らかね、しようとしているということですよ。で、正直ね、僕自身がやっぱり思ってることっていうのは、NHK の被害者ってそんなに多くいるんですかっていう話だよね。で、NHK の被害者って、じゃあ具体的にこうどれぐらいいるのか、まあ、その数字をね、NHK から国民を守る党をちゃんと調べて僕は出してほしいなと思ってます。で、NHK から国民を守る党がやってるそのコールセンターに1日こうね、どういう問い合わせが何件、どういう問い合わせが何件いけるのか。で、こちらに関してもしっかりとね、開示していただいて、そのね、数字をベースにして、ぜひ、議論を、進めていくべきではないでしょうか、ということを、僕自身は、伝えたいな、というふうに思ってます。まあ、今回もですね、立花孝志さん、まあ、政策秘書に就任しようとして、で、政策秘書、就任できませんでした。なぜ政策秘書になりたいのか。これはね、国民のために思ってるわけではなく、自分のためにね、思ってる、やりたいということでございますよ。もうそこのところにですね、ぜひとも皆さん気づいていただきたいなというふうに思っております。まあ、ということでですね、まあ、本日の動画でございますけれども、1本目の、動画、サブチャンネル1本目の動画はですね、まあ、立花孝志さんがまたこんなね、わけのわかんないこと言ってましたということをですね、皆さんにお伝えしたく、動画を撮らせていただきました。ということで、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。この動画もしいいと思った方はグッドボタンとあとね、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ということで以上、みずにゃんでした。じゃあね。